ジャンプボールジャンプボールはバスケットボール用語。中立の状態にあるボールの保持を決めるために両チームのプレイヤーによって行われる。サークルの中心に引かれているラインを挟んで両チーム一人ずつのプレイヤーが向かい合いその間に審判がボールを投げ上げる。ジャンパーはそのボールをタップして自分のチームの他のプレイヤーがボールを保持できるようにする。ジャンパーが バイオレーションとなる代表的な場合は以下の通り。ジャンパー以外がバイオレーションとなる代表的な場合は以下の通り。第1ピリオド開始時のジャンプボールはティップオフと呼ばれる。現在のルールでティップオフは第1ピリオドの最初だけ行われる。それ以降はジャンプボールの処理が行われるケースとしてオルタネーティングポゼションルールが適用される。試合進行中に どちらのチームがボールの所有権を保持しているか明らかでなくなった場合、例えば両チームの選手がボールに触れている場合やボールがリングとバックボードの間に挟まるなどした場合には、審判が競技の進行を止め、ジャンプボールにより試合を再開させる。この際のジャンプボールは、コート内に3カ所あるサークルの内最寄りのところで行う。 国際バスケットボール連盟ルールとは異なる独自の NBA ルールがあり、ジャンプボールシチュエーションでのゲーム再開方法も異なっている。シクサーズ対ウォーリアーズセンティップオフ、ありがとうございます。